この後高校ラグビー兵庫県予選の準々決勝から準決勝までを一気にお見せします。それでは準々決勝の模様を一気にご覧ください。準決勝へ向けて4校が出揃いました。県民大会優勝興南、上昇軍団報徳、昨年の覇者関学、公立高校の星鍵校、4校に準決勝への意気込みを聞いてみました。まずは兵庫県民大会を制した興南高校。春は勝つことができましたが、報徳学園は一人一人の能力が高くてとても強いチームなので、体を張ったプレーで頑張りたいと思っています。特に僕たちはディフェンスを中心に練習してきたので、ディフェンスを意識して頑張りたいと思っています。で、厳しい試合になると思いますが、今までやってきた練習や仲間を信じて最後まで戦い抜いて絶対勝ちたいと思っています。対するは上昇軍団報徳学園。春に1回興南高校に負けてるんで、その1点差で負けてるんでリベンジしたいと思ってます。で、ただ1点差で勝つとかそういう勝ち方じゃなくて、もう圧倒して勝ちたいと思ってます。自信はあります。春の県民大会では興南が勝利。果たして勝負の行方は。そうですね、精一杯やったんですごい悔しいですけど、正直まあ悔しいです。準決勝の興南高校には僕らの計画通り圧倒として勝つことができたので、決勝も僕らの計画通り圧倒して勝ちたいと思います。昨年の覇者関学に立ち向かうのは科学技術高校。僕たち科学技術高校は、ラグビー部員数60人を超えてとても多いんですが、
高校でラグビーを初めてした人が大半なので、いつも基礎基本を中心とした練習を行っています。総体では唯一の公立高校なので、そのことを意識し、そして今まで練習してきたことを生かし、プレーする選手だけではなくチーム全体で戦っていきたいと思っています。迎え撃つ感覚の意気込みは、やっぱり鍵子さんとはもう県民の時もやらせてもらって、それで、まあ、前半の入り悪くて自分たちのラグビーできなかったんで、まあ、最初から今回は相手に合わさず自分らのペースでラグビーをすることが大事になってくると思うので、もう最初から圧倒して自分たちのペースでもう試合を進めて勝ち抜くっていうのを目標にやっていきます。チーム全員で臨む鍵子、迎え撃つ感覚、果たして結果は。カゲさんが強かったんで、最高らしくできなかったです。最後まで諦めずに頑張ったんですけど、まあ、結果は結果なんで受け止めて、まあ、自分たちも一生いっぱいで、楽しい思いと悔しい思いを1回ずつ経験してるんで、また今年も全員で勝って楽しい思いできるように頑張っていきたいと思います。最初の目標は、やっぱり去年の先輩が残したベスト4というのがあるので、それを超えることを目標に今年のチームやってきているので、そこを超えれるように精一杯頑張りたいと思います。昨年と同カードとなった決勝戦、この後いよいよ運命のキックオフ。